三四郎長じゃん。そうでしょ、一番ブルーアイズですよ。よし、もう。じゃあ、やぶったのだ、やぶったのだ、としめるぞ、やぶると、としめるぞ。今からですね、皆さんにはとある場所に向かっていただきます。はい、目をつぶったままね。でも場所的には分かるから、まあこの辺だろうなって言ってプープーって曲がれば、なんとかなると思います。あれ点でしょ。まあなんて入りもそこで取ればいいんですけど、うん、ちょっとめちゃくちゃ暑い場所なんで、一旦ここで入りたいと思ってます。はい、ということでね、今日は何をしていくかということなんでございますけれども、今ですね、まあ僕たち全員目をつぶっているじゃないですか。はい、この中に一人だけ目を開けてる人がいた場合、どうなっちゃうかなって。どうなっちゃう、どうなっちゃうと思いますか。いたずら、いたずらされちゃいそうですね。怖いね。こう目をつぶってると周りの人がね、こう目をつぶってるのか開けてるのか分かんないじゃないですか。はい、うん、痛っ、あ、開けちゃった。お、あ、そこじゃん、反則負けた。え、でも今誰かが僕の肩甲骨をぶん殴ったね。まあ皆さん目開けてください。はい、お、今誰が目開けてたよ。お、お前じゃねえのか。人狼だ、その感じ。俺がってやったってことなんだ。自分が疑われないようにしたんだろう。要素の新しいキャラこちらです。てめえ肩ぶつかってすいませんだろ。すいません、おやめてください。金よこせって。おい、肩いつぶつかって。金をよこせっつってんだよ。知らないです。ぶつかったっつってんだろ。おい、金よこせっつってんだよ。誰がこっち怪我してんだよ。誰が助けてくれ。待て、スナドラ、おお、おお、何だてめえは。俺の名前はファンサムヒーローよ、略してヒーロー。嘘でしょ。安い、安いよ、おー、安いよ。あ、もうすでに手が、じゃ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 、あ、お買いですか。え、これ販売してるんですか。今ここであのリサイクルショップが開店しました。開店してるじゃん。安いよ、安いよ、安いよ。これはこれ、これはこれ、テッチャどう、あのなんか社員さん、いや、これロッカー、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 いや、こんなガバガバなロッカーないだろ。セキュリティもあんまないじゃん。なんか全部抜いてさ、あのあれにしようよ、レコーディングで。あ、ボース、ボース、ボース一人用のカラオケとかやってね、入れるから。浅田君だって死ぬだろ、こんなの。一体じゃん。たら、たら、一番。いや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 、 CA で2万円で高い。あ、一応2万もしてんだ。2万3000円のものですよ、これ。部屋のさ、雰囲気があるのかな。ぶっ壊してるからこれで揃えるんだったら全部買い替えだもんな。たら、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 どう、たら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 、残りたらだよ。どんだけいらねえんだよ。あ、でも1000円払う。来週だ、来週だ、サザエさんレイドバトル中間王国頼む。あ、終わって、いや、終わってくれ、そう言ってくれ。ここあるね、まあ、4週目のおさらいからいくと、じゃあ4週目、負けたか勝ったか手で表してください。手で表す。どうする、指の形負けってなった。どうする、デジャラシーさんでしょ。あっちも見てもいいですか。見てる、おお、見たい。うわ、いい位置。うわ、この感じはなんか地上じゃないもんね。マジですごいよ。マジで楽しいな。でっか、でっけ、上がるなこれ。この先は何なんですか。先ほど説明しました、こっちがポンプ場、あー、繋がっております。逃亡生活中、こっちの奥行くとポンプ場で処理されちゃうので、こっちは通れませんね。知れてよかったね。ね、知らなかったらこっち一番でかいし安心しちゃうもん。すごっ、鏡が上にあるんだ。で、この穴よ、これ半端ないよ。これもどっかからドバッと流れてくるんですか。そうですね、ここが元メインで入ってくるところなんで、多分雨の時には相当量が、この大きさの水が束になってかかってくるってこと。気になぁ、気にますね。壁が歴戦だもん。あそこなんか一部こすぎ落として家とかに貼っときたい。なんで伝説のアートみたいな感じだよ。絶対いらない時間。3は、これは難しいです。おう、ブルーアイスホワイトドラゴンになってください。なるほど、フェイスタンプで書いたな。確かに。いきまーす、はい、よーい、スタート。2、1、終了。やばい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 、ペッチャやばいぞ。これはジョニオ君が昔書いたブルーアイズはこれですね。スタンプになってます。これかけてるの。あー、あのスタンプ使うことなくない。いや、めっちゃ使うよ、あれ。一番使ってるくらい。もうすぐつく。あーねえ、突発的に笑うなよ。ねえ、嘘でしょ。2、
1。これは怒られる。りょうのやつ見ましょう。これは悪いと思ってる。やばすぎです。これは悪いと思ってる。ちっちゃ。これ初期版のやつですね、これ。嘘でしょ。初期版ブルーアイズですよ。まあここだね、完全に。こうや。バス狙わん、これ。もうバス通ってたらめっちゃ熱くない？いや、さっき通ったばっかなんよ。はい、はい。それか、63年間ありがとうのこの電車に俺がなってここに来ろか。そうしてもらってもいい。待つのあれだよね。うん、俺がなった方が早い。なった方が早い。ここかな。63年間ありがとうね。いけた。いけた。なってる。なってる。これかな。これだな、うん、これいいねしといてもらって。送ります。じゃあはい、行きましょう。これは行ったわ。もしもーし。マジマジ。写真送られてきてますが、哲也くんのあの写真いらないですよ。いや、あの再現なんで。哲也くんの自撮りはいらないですけど。いや、これがあの進化です。いや、大化です。はい、大化。大化。スライラ棒ってこう普通はね、2個棒があってこうやってよいしょよいしょよいしょってこう棒をやると思うんですけど、はい、その棒がこうなって哲也になったっていう。こうなどうなったんか分からんけど。哲也さんね、今からこの2本のロープの間に立たされます、はあ、でその2本のロープはあの曲がりくねったりねしているわけでございますけれども、はい、そのロープに触らないようにゴールまで行ったらこの動画終了でございます、はあ、それでは哲也さん、はい、人間イライラ棒スタート。あー、まあ正面に行くしかないよな。手を広げてぶつかったらバカなんで、もう普通に発足。あ、賢いですね。あー、すごい。目隠しだとね、怖くて手広げたくなるんですけど、それ普通に棒が太くなってるだけなんで、圧倒的まっすぐ。あ、測んなきゃ。いいね、センスあるね。賢いな。1。あ、怖え。2歩目2歩目怖え。1。怖すぎる。ありえん。実は最初の方は結構広いんで、ガツガツいっちゃ大丈夫ですよ。俺の中では今ここにロープがあるんだけど、その倍くらいあります。5。あ、じゃあ測ればちゃんと6。はっ、えっ、当たっちゃったね。いらないいらない。下に戻れば治るから。ちぎれちゃう、マジで。え、そんなかかんの。ちょ、心折れた。残念。ちょっと待ってよ。一回哲也さんあれですね、まあ、真っすぐの角度が違ったかな最初。じゃあ哲也さん第2回目のチャレンジ、はい、お願いします。はい。1、2、3、4、5。ここまで OK で、当たってないってことはちゃんとまっすぐですね。うわ、何歩いけんだろう。もう当たりまで行ってみるか。6、7、8。当たりました。待って、右だ。俺が曲がったのかな、どっち。あ、今、来ないうちに戻ってうるさい。あ、じわじわ来てる、じわじわ来てる。だからじわじわしなぎ。じゃあ3回目、はい、どうぞ。今のは俺が曲がっていた可能性があるので、もう一回7歩目。1、2、3、4、5、6、7。おおお、あれさっき7だったっけ。で、当たったやつがこうなってたんですよ。なのでなんか目印いるな。どういうことだ。5回目お願いします。1、2、1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 
3、4、5、6。やばいってマジでもうやだ。2、3、アウト。本当にお願い、このまま5、アウト。あー、戻して早く、ダメダメ、戻してくれ。5、6。あー、あー、アウト。あー、戻して。よし、行くぞ。いやてっちゃん、てっちゃん、なっちゃんにごまかそうとしたよね。第3問、はい、新NISA は1年の条件が360万円で、積立投資と丸々投資がある。もう一つは何？積立と、もう一つ積立と、もう一つね、積立と、もう一つね。難しいね、積立と。わからんね、これはちょっと。わかりません。うわ、恥ずかしい、これわからないの。これわかんないな。はい、僕は分散と書きました。
うん、僕は信用で書きました。僕はなし崩し書きました。やけくそ兄さん。兄さんも自体違うんだ。朽木軍がありますよ。ここに探してみるか。ここ探してみましょう。いそうなんだけどな。ここめちゃくちゃいそうですよね。うわ、意味のわかんない虫が足に止まった。何これ。痛い。何その蚊みたいなでっかいの。絶対に刺しちゃうんだけど俺のこと。どうなりました。モンシロチョウじゃ。もうこうやってハマってるやつは絶対違うよね。なるほど、ね、なんか色が違うぞ。真っ白白とちょっとくすんださグレーっぽい色が。確かにアイシングクッキーみたいだな。もう真っ白白の色は違う。数種類の白パズルを混ぜてます。なるほど。10分経過です。やばいじゃん。見つかんないんじゃんこれ。いやでも都市率のスピード速いから勝負に。本当に速い。ちゃんと見てるよ。マジでこうリアル。いや全然信じてないよ。どうしよう。お前もっと信じろよ。お前誰がとかじゃないって。これミスをやらないと。おいその感じでそういう性格のやめろよ。おいこれ何混じってんだこれ。なんだこれ。もう混じってるわ。ちゃんとやれよ。そっちの仕事は。すいません。何してんの。何してんの。いやもうもしもの場合の時にさ。いらないってダブルチェック。何ダブルチェックしてんだよお前。この中に H が混ざってそれ分けといた方がさ後々助かるかもしんないだろ。それやってるとまあ10分とかつがったっちゃったんだろ。でも3分の1終わってんだよ。この辺とかって本当に色一緒じゃないこれ。何がこれ。どうしても欲しいじゃん。これアイシングじゃないよ。あ違う見てみろってんの。ちょっと見てるから入れとけよ。うまい。うわ怖だー。うまくないこれ。いやいやそうお前印象操作やめろよ。出た弾くの下手なやつの印象操作やめてよ。確実に絞り込んでいかないと堅実に。お前真面目風なやつが一番仕事できねえパターンだってあるだろお前。哲也は今としみつのやつを探ってるってこと。としみつがこれは大丈夫って言った H を信用せずに。お前人のこと心配してるようになったらちゃんとアイシング以外入ってるってマジで。これ違います。大丈夫です。うわ俺としみつから分けたやつ別で置いときゃよかった。黙れ。こっから見つかったらもう大手柄だと。今さどれくらい消化した。全然まだこんなにある。やばい。全然ダメやん。お前の仕事が遅くてな。ですよ。あ、出ちゃダメだ。いいんだと別に。俺はこのもう一回バーってやって全部見た結果ありませんでした。俺が今最悪運勢でやってんだ。まあ一見正義な方に振っといてもいいよな。哲也のやつは正論だから何も言い返せないよな。俺がこれで大手柄やったとしてもお前らには理解されないんだろうな。ほら哲也。ほら哲也のせいで15分経っちゃった。みっか。やばいぞ。でもな俺はお前らを言い負かしたいんじゃない。確実にピースを見つけないだけなんだ。戦う気はないんだ。違うって言えるかこの色。し続けろ。ビビッと来ねえんだよ。ビビッとやるのは俺の仕事じゃねえんだよ。確実な仕事をしろよ。何哲也くんこれ。そんなにダブルチェックしてこう土入れるの。ダブルチェックしてない。土入ってんのかよお前。土が紛れんのはいいだろ。確実に違えんだからよ。田舎も止まるんだよお前。前の方だろ。お前さ人のさそういうあれを探すよりさハマるピースを探せよ。あらより探してるのか。間違っちゃってんじゃないの。全然スピード違うからね。性格だもん。絶対紛れないって。今スローで見ても全部土だったって。